あ、どうも、シャレコアのお時間でございます。ありがとうございます。すいません、やってまいりました。シャレコアですね。どうしたどうした。いや、なんかちょっと雰囲気がね、ちょっといつもと違うかなみたいな。なんかそんな、いつもの家から違うところに連れてこられた猫みたいになってますけども。ほんとだね。あれ匂いが違う。いつもの匂いと違うけど。はい、すげえ湿気。伝わんないんだから画面の皆さんは快適な感じに見えるけ ど、 あ、なるほど、湿気はね、なんかなんかいい除湿器をね買おうかなと思っておりますけども、はい、やってまいりました、ハレコでございます、うん、今回なんですけども、ちょっと毛色変えまして、あらら、いろんな短編をこう一括りにしちゃおうみたいなバージョンちょっとやらせてください。試みですね。あの謎の少女の話3連発でいきたいと思います。少女3連発、はい、ちょっとですね、なんていうんですか、人気あるんですよこれ3つとも、うん、あ、そうなんだ。あのタイトルがですね、鏡の中のナナちゃん、あ、これいいですね。で、さよちゃん、おで、廃屋探検、あ、いいのが揃いましたね、今日も生きのいいのが、揃えておりますけども、ありがとうございます、どれからいきます。じゃあ、ね、4つ目、いや、ないんですよ3連発なんですね。じゃあ一発目の、じゃあいきますか。鏡の中の、マリオネットです。で、あのね、踊りな、いや、ボーイじゃないんだからなのねな、じゃないんだから、鏡の中のナナちゃん、はい、私は幼い頃、一人でいることの多い子供でした。実家は田舎の古い家、周りには年の近い子供は誰もいませんでした。あ、弟が一人いたんですけども、はい、まだ小さかったので一緒に遊ぶっていう感じではなかったんですね。で、父も母も祖父も弟が生まれてから以前ほど私を構ってくれなくなったと。でちょっと寂しかったんだと思うんですけども、ね、とにかくですね、その頃の私っていうのは一人遊びでこう毎日毎日過ごしとったと、はい、うん、私の家は古い田舎造りの家、小さな部屋がたくさんありました、うん、南西の隅には難度があり、難度好きでしょう。ちょっと、いや、ちょっと、あの古い家は好きだけど、俺難度好きって公言したことはないでしょ。だからないけど、井戸とかも大好きだけど、ないけど難度って言いがちやん。何が入ってるか分かんないねいやいや、あの何が入ってるか分かんないね。普通のね、日常会話でも難度って言いがちやん。あのこの七不思議とか組む前からよく言ってたもん、ね、何度さ、この前開けたらさ、何度って使うっつって押し入れみたいなね、押し入れでいいやみたいな、でも何度なんですよとか言ってたのよく覚えてますよ、すいませんね、はいはい、何度があって、はい、古い道具とか小物が収められてたんですね、はい、でその何度に入り込んではなんかいろんなものをおもちゃ代わりにしてね、古いものとかあるからね、うんうん、で、そういうので遊ぶのが当時の私の楽しみだった、うん、でその鏡を見つけたのがいつのことだったのかははっきりしませんが、もともと手鏡だったようなものなんですけども、うん、見つけた時はこう枠もね、こう絵もない、こうむき出しの丸い鏡なんです。手鏡なんですけど、こう周りがもうない状態ね、はい、うんうんうん、丸い鏡でめちゃくちゃ古そうなんですよ、はい、で古そうなのにもかかわらず、うん、サビとか曇りがほとんどなくて綺麗に自分の姿を映しとると。これ不思議で、これもいつ頃だったのかよく覚えてないんですけども、うん、ある時です。その鏡を覗くと、私の背後に見知らぬ女の子が映っている。でね、驚いて振り返るんですけども、もちろん私の後ろに女の子などはいないんです、はい、どうやらその子っていうのはこう鏡の中だけにいるようです。面白いですね。不思議に思ったんですけども、こう女の子を見つけた瞬間から特に怖くはないんですよ、うん、でその女の子、色白でね、髪の長い女の子なんですよね、うん、でその子はですね、鏡に映る私の肩越しにこっちを見てね、はい、鏡の中で、うん、笑とるんですよ、ニッコニコしながら、うん、笑ってるんだ、でね、笑いながらこんにちはって言ってくるんですよね。なんだろう、うん、なるほどね。やがて私たちは話を交わすようになりました、はい、私は彼女のことをナナちゃんと呼んでいました。両親は何度にこもり、鏡に向かって何事か喋っている私を見て、ちょっとあの子大丈夫みたいな、そうね、ね、感じにね、思ってたようなんですけども、うん、鏡を取り上げるようなことは決してしませんでした。なるほど。それに大人たちには奈々ちゃんは見えていない。ある日私は奈々ちゃんに、一緒に遊んでくれる友達がいなくて寂しいわみたいなね、うん、愚痴を言っとったんです、うん、そしたら奈々ちゃんがですね、じゃあこっちに来て私と遊べばいいじゃない。いや、これいざない、ちょっと怖いですよ。でもね、
私がですよ、どうやってそっちに行ったらいいのって聞いたら、奈々ちゃんはね困ったような顔になって、うん、それはちょっとわからないなみたいな、なるほど、子供同士の会話なんでね、はいはい、うん、でそれでわからなかったのに、うん、奈々ちゃんがねちょっと聞いてみるって言うんですって、誰かに。で小声でね、ちょっと聞いてみるねって言うんだ、言うてくると、はい、で誰に聞くのかってもちろん思うわけじゃない、うんうん、でもなんとなくだけど、うん、その誰にとかちょっとその奈々ちゃんに聞いてあかんような気がするんです。はいはい、なるほど。それから何日か経ったある日なんですけども、奈々、うん、ちゃんが嬉しそうに言ってくる、うん、ねえねえこっちへ来れる方法が分かったんだよ、そんなの、私と一緒にこっちで遊ぼうよ、めちゃくちゃ嬉しいんですが、いつも両親にですね、出かけるときは祖父か母へ相談しなさいと、なるほど、って言われてたから、うん、ちょっとお母さんに聞いてくるねって答えたんです、うん、そしたら奈々ちゃんがですね、またちょっと困った顔になって、うん、あのね、このことは誰にも話をしてはいけない、うわ出た、もう会えなくなるかもしれない、言うんですよ、うん、それは嫌だと。いやそうでしょ、これはちょっとリスク高いもん。であと言いつけを破るのも怖いんですよ、まだ子供だから ね、うん、だから黙り込んだ、うん、そしたら奈々ちゃんはじゃあ明日はこっちで遊ぼうねって聞いてきた、うん、うんってね、とりあえず返事をするわけ、はい、約束だよ、うんうん、奈々ちゃんは微笑んで小指をこっちに突き出してきた。あ、私はその指に合わせるように小指の先で鏡を触る、はい、ほんの少しだけちょっと暖かいような気がするんですよ、その夜はなかなか眠れない、はい、両親には奈々ちゃんのことは話をしませんでした、うん、しかし寝床に入って暗闇の中でじっとしてるといろいろな疑問が湧いてくる、うん、まず鏡の中にどうやって入るんだって、うん、 ね、そしてそこはどんなところなんだろう、はい、そしてこっちから行けんのに、うん、なんで奈々ちゃんはこっちに来ないんだろう、うん、ね、出てくればいいじゃんってちょっと思ったしね。でこっちへ行って戻ってこれのかと、うん、片道切符なのかと、だんだん不安になってくるんですよ、はい、そんな考えたら。でね、奈々ちゃんのことがちょっと怖くなってきたんですね、うん、次の日私は奈々ちゃんに会いに行きませんでした、うん、次の日もその次の日も、お、私は何度には近寄りませんでした、はい、結局それ以来私は何度へ出入りすることをやめました。月日が経って、うん、私は町の高校へ行くために家を出ました。卒業しても家に戻ることもなく近くの町で働き始めて、やがて私は結婚、うん、そして初体を持ちました。その頃になってくるともう頭の中にこう奈々ちゃんのことなんてすっかり忘れてるわけで、うん、そうだろうね。で結婚後しばらくしてね、妻が妊娠してしばらく親元に戻ることになりました、うん、すると家事をするのも面倒だし誰もいない家に一人でいるのも寂しかったので、私は何かと用事と称して頻繁にね実家に帰ることが多くなる、うん、その日も実家で夕食を食べ終えてそのまま泊まろっかなみたいな、うん、夜中に目が覚めてトイレに立ちました、うん、洗面所で手を洗いながら何気なく鏡を覗きました。ああ廊下の途中の仕切りが開いていて、その向こうの暗闇にあの納戸がうっすらと見える。おお、その時に親と思ったんですよ、はい、トイレに来る時にはその仕切りを閉めた覚えがあったんですけども、うん、振り返ってみるとやっぱ仕切りは閉じてるんですね。でももう一回鏡見てみると仕切りが開いとるんですよ、うんと思って、うん、でね、何度の白い扉が闇にねこう浮かび上がるように見えてるんですよ ね、 ですね、もう全身がこう毛がブーワーなって、はい、でうわこれやばいんじゃないかなと思ってたら、その扉がちょっと開いたような気がするんです、うん、あれちょっと扉開いたじゃないみたいな、うん、そしたらその瞬間に私は奈々ちゃんのことを思い出しました。とっさにああやばいって思ったんです。でもその時はもう鏡から目を離すことはできない、うん、そこで確信に変わった。やっぱり扉は動いてるんです。もう一回振り返っても廊下の仕切りは閉じたまま、うん、鏡の中では何度の扉がもう半分以上開いてるんですね。開いた扉の向こう、何度の奥の闇に白いものが浮かび上がる。これまでにない恐怖を感じながら私はその白いものを凝視する。それはあの懐かしい少女の笑顔。怖い。そこで私の記憶は途切れています。気がつくと私は布団の中で朝を迎えていました。
ああ気味の悪い夢を見た、うん、そう思った私は実家にいるのがなんとなく嫌になり、その日は休みだったんですが、すぐに自宅に戻ることにしました、はい、私の自宅のマンションには住民用に半地下になっている駐車場があるんですけども、はい、日中でもちょっとそこ薄暗いんですね、うん、でそこに車を乗り入れて自分のね駐車スペースにこう車を止めた後、最後にバックミラーをこう確認したんです。でこう止めてバックミラーこう確認してたら、なんとそこに奈々ちゃんの顔がズンって映ってるんですよ。ってなって後ろ振り返るんですけども、後部座席には誰もいないんです、うん、でもう一回バックミラーに目を戻すと奈々ちゃんまだそこにいるんです。いるんかい。鏡の中からじっとこっちを見つめていく。色白で長い髪を両側で結んだ奈々ちゃんは昔と全く変わっていない、うん、恐怖のあまり視線を外すこともできずに震えながらその顔を見返していると、うん、奈々ちゃんにっこりと笑ってくるんです。こんにちは。まあ、一緒だ最初。ねえ、どうしてあの時に来てくれなかったの？出た。私ずっと待ってたのよ。奈々ちゃんは相変わらず微笑んだままそう言ってくる、はい、私が何と言っていいのか分からずに黙っていると奈々ちゃんは言葉を継ぎました。ねえ、私と今からこっちで遊ぼうよ。いや、そう言いながら未来に映った私の肩越しに手を伸ばしてくるんです。こっちで遊ぼう。いや、ごめんごめん。ね、もうこれ絶対ダメだから、もう思わずね、うん、大声でダメだーって叫んだんです、うん、ごめん奈々ちゃん、僕はもうそっちへ行けない、行けないんだよ。奈々ちゃんは手を差し伸べたまま黙ってるんですよね、うん、で私はハンドルを力いっぱい掴んで震えながら、さっきよりも小さな声でこう言いました。僕には妻もいる、子供だってもうすぐ生まれる、だから。でも絶句するわけですよ。しばらくそのままの姿勢で震えたんですけども、やがて私は恐る恐るミラーの方を見たわけです、うん、奈々ちゃんはまだそこにいました。そう、分かったよ、まるまるちゃんは大人になっちゃったんだね、もう私とは遊べないんだ。奈々ちゃんは少し寂しそうにそう言いました、うん、しょうがないよね。奈々ちゃんはそこでにっこりと笑いました。本当に無邪気な笑顔でした、うん、私はその時奈々ちゃんが許してくれたんだって思ったんです、うん、奈々ちゃんってね、こうね、もう許してもらったと思って、ちょっと嬉しくなったからごめんねっつって、うんうん、奈々ちゃんって言ったら、その奈々ちゃんがですね、だったら私はその子と遊ぶって言うんです、その言葉を理解できぬうちに奈々ちゃんは消えたんです。それっきり奈々ちゃんは二度と私の前に現れることはありませんでした。はあ。2日後妻が流産したんです。以来今に至るまで私たちは子供を作っていません。現在私は奈々ちゃんのことを弟に話すべきなのか本当に迷っています。終わりです。いや、ちょっと最後物分かりいい感じの奈々ちゃんで、いやいや、シャレコーなのにちょっと安心するスーパーバッドエンド。ほわね、嫌ですね。嫌なんですよ。なんだこれ、すごく嫌でしょ。後味気持ち悪いですね。その奈々ちゃんの罠というか、うん、どここれだからね、まあだから最後子供の時はなんか約束だよみたいなことを言って、うん、まあそのね、体験者の方自身の判断で保護にしたわけじゃん、もう約束したのにみたいな。なんか最初ね、喋、うん、ってるだけじゃない、うん、喋ってるだけだよね。でも途中でその鏡の中に入る方法奈々ちゃん確認しに行ったでしょ、うん、聞いてみるね。そつが悪いっすか。あ、そっか。奈々ちゃんの後ろに親なのかな、うん、とかちょっと思ったんだけど、鏡の中の存在の奈々ちゃんの親が、うん、じゃ あの現世というか分かんないけど、あっちのところから連れてこいみたいな、うん、なので。でも最後にね、うん、その僕には妻もいる、子供だってもうすぐ生まれる、うん、だからね、だからのその後をちゃんと言えばよかったかもみたいな、だからダメなんだよと、うん、言い切ればよかったのか、うん、だから途中やったからね、言葉がね、だから奈々ちゃんはだからその子と遊んでってそういう解釈をね、先回りしちゃったのかもとかいろいろと、いや、そうは思わねえ、まあ確かにね。でもそうなったらもしかしたら変わったかもとか話の上ではちょっと思っちゃうね。そうなんですよ。なるほど、っていうお話が面白いですね。1本目、はい、そして2本目です。さよちゃん、さよちゃんね、うん、
俺は小学校に入るまでは広島の田舎の方に住んでいた。その時に知り合いだったさよちゃんの話をしよう。はい、これね、知り合いなんです。これ友達って言ってないのは仲良しではないからなんですね。普通やったらその時に友達だったさよちゃんの話をしようみたいに言うじゃない、知り合いだったさよちゃんの話をしようか。俺の母方の実家は見渡す限り畑ばかりのど田舎、幼稚園も保育園もなくて、母親と祖母と共に俺は家で遊んでは父親の帰りを待っている、そんな毎日、まあ退屈だったんですよね。で、近くの町に出かける時だけが唯一の楽しみ、よくお決まりの公園に行っては買い物をしているお母さんを待ちながら遊んでたと。ある日公園に同じ年ぐらいの可愛い女の子がいて一緒に遊ぶようになった。その子はさよちゃんと言ってこの町に住んでいるらしく、さよちゃん一人で遊びに来ているらしい。黒いスカートに白いシャツ、そして髪型はおかっぱ、可愛らしい子でね、俺はすぐに打ち解けて砂遊びを一緒にし始めた。乾いた砂場をスコップで掘り返して大きな砂山を作って、二人で両方の側面から穴を掘っていく。あるよね、手で砂をかき分けながら掘り進んでいって、ちょうど山の内部でお互いの手が触れ合えばトンネルが開通。俺はそろそろさよちゃんの手に触れるかなってこう思いながらこう掘っていって、真ん中あたりまで掘り進んだ時に何かが俺の手を掴んだ。そのまま俺はすごい力で引っ張られて頭から砂山に突っ込んだ。しっかり押し固められた砂山は俺の頭が入ったぐらいじゃ崩れないんですよ。俺は砂山に押し付けられる形でもう苦しくて窒息しそうになってきた。やめてよさよちゃんってね、こう叫ぶわけですよ。そしたら、え、なにっつってさよちゃんが砂山の向こう側からこっちを見てるんですね。そしたらさよちゃん中腰姿勢で手を砂山に突っ込んだまま俺を見ながらニヤ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 してるんですね。気持ち悪い。それはどう見ても5、6歳の少女の手の長さとは考えられずに、もう俺は訳が分からないままやめてよってこう連呼するわけなんですよね。でそこにタイミングよくここ母親が帰ってきて、俺はさやちゃんの手から解放されたんです。でね、もうしゃっくりを上げ始めていた俺の横をすり抜けて母親に礼をすると、さやちゃん走っていったんですよね。ちょっとよ。で子供ながら母親に話をしても信じてもらえないと考えた俺は結局何も言えずに家に帰ったんです。それ以来どうも俺は彼女に目をつけられたらしい。母親は町に出かけるたびに俺を公園にほっぽり出して、俺はそのたびにさよちゃん遊ばなくてはいけなかった。彼女はいつも黒いスカートと白いシャツの一丁裏で、親が付き添ってきたことは一回もなかった。そうなんだ。ちょうど母親が公園から出ていくのを見計らうように入れ違いで公園にさよちゃんは現れる。狙ってるみたいな。本当他の子供が先に遊んでる時もたびたびあったんですけど、さよちゃんが公園に入ってくるだけで、みんなねこそ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 逃げ出すんですよ。そうなんだ、もう大きい子も小さい子も、で俺は何よりさよちゃんに逆らうことができずにさよちゃんの言いなりなんですね。公園の片隅に落ちていたライターをさよちゃんがちょんと触るだけでいきなり火がついたこともあったし、塀の上を歩いている猫に向かってさよちゃんが枯れ葉を丸めて投げつけると、猫が受け身も取らずに背中から落ちていくこともある。そんなことはないでしょ。ない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 、絶対猫くるってできるからね。そうそうそう、バランス取れるよ。でさよちゃんに会うごとに信じられないことがたびたび起こり、俺は彼女に会うことがもうすごく恐怖になっていった。気持ち悪いね。でいろいろあったんですけど、もう書ききれないぐらい不思議なことが起きてるんですよ。はあはあ。で最後までね全部思い出してみると、もうちょっと鬱になると、細かいことまで思い出せない状況になるんですね。でそのうちですね、自然と家にこもりがちになってしまい、母親の買い物にもついていかなくなった。もうさよちゃんからね、子供ながら逃げようとしていたわけです。公園に行かなくなって1ヶ月後ぐらい、久々に父母ともに、親子揃って買い物に行こうということになった。親父が車を出すなら、さよちゃんに会わなくても済むと思って、俺はじゃあ一緒に買い物に行くよと。そしてデパートを回って楽しいひとときを過ごした後に、俺の乗った車は帰り道でいつものあの公園の前に差し掛かった。公園の入り口はこちらの車線の歩道にあって、タイミングの悪いことに車はちょうどその入り口付近で信号機によって止められてしまったんですよね。まあドキドキしますよ。そうね、さよちゃんが現れるんじゃないかと。嫌だよ ね、 ね、で窓からこっそりと公園の中を伺ってみたんです。まあ見ちゃうか。そしたら彼女はいるんですよ。いるんかい。一人でいるんです。あ、そうなの。なんか指差しながらゲラゲラゲラ笑ってるんですよ。よっぽど何かがおかしいのか、のたうち回るように地面に這いつくばりながらそんな受けてんのかよって言ってるんですよ。
え、もう唖然としてね、こっちはね、うん、でその瞬間に信号が青に変わって車が発車するんですよね、うん、でさゆちゃんの姿が流れていった。しかしさゆちゃんの指先は俺の車の動く方向へスライドしてくるんですよね。やめてね。でスライドしていって、で俺はなぜ俺が乗っていたのかが分かったのかと考えるより俺はまず怯えるわけですよ。 その姿に。次の日、親父は車の激しい追突事故で釜を掘られて頸椎を損傷してしまい、そうだ、ほぼ一生入院生活が決まり九州の病院へ行くことになった。母親と俺は共に九州に行って父方の実家の世話になり、そこで小学校に入学した、うん、さよちゃんと会うことはもうなかった。俺は親父の事故は彼女のせいだとは思っていない、というか思いたくはないんだ、うん、俺まで連帯責任を感じてしまうし、何よりあの女の仕業かもと考えるだけで恐ろしく忌々しく感じて今でも腹が立つ、うん、嘘というにはちとしょぼい本当の話と締めくくられてますね。これもまた何の存在なんでしょうね。急に公園に救う子供を狙う同年代の子供を、何だろう、何の目的でしてるのか。いや、そもそも本当にね、生きている人間だとしたらもう魔術じゃない。ライターに触れるだけでボッて火ついたりとか、ね、猫に、ね、投げて痛いなんとか、ね、で思ったのが、うん、この女の子が入ってくると公園内から子供たちが逃げていくっていうところが気がかりで、俺子供にしか見えてないのかなとか一瞬思ったんですけど、お母さんが迎えに来た時って見えてたのかね、うん、そうか、うわ、どうなんだろうね、ここね、気になるね、そこね。だからその辺を考えると、うん、まあまあね。でもなんかいきなり悪意っていうのはさ、だってこういうのだってその少しずつ仲良くなって、うん、その相手方、いわゆるよ、まあ、あの悪いやつ、今回だったらさよちゃんだけどさ、さよちゃんの本性が徐々に見えてきて、さよちゃんって怖いってなるじゃん、うん、いきなりもうなんかそのトップギアで ね砂場の遊びの下りでいきなりこうやってきてるから、うん、なんか前段ねえのかよ、すごいなと思っちゃった、うん、珍しいタイプの話だなとも逆に言ったら思ったけどね。だから分かんない、魔物のタイプかもしれないよね。あ、まあ幽霊運動とかじゃなくてね、可能性はあるよね。に救う魔物、うん、って考えたらめちゃくちゃ怖いね。怖いいや笑うなってお前、お前そんなって思うんだ。分かってんです、だからこの車がね、分かってるんですよ。かもしくは呪いかけたか。あー、そっか、もうそのそこ青信号止まるやいないやぐらいでもうかけておって、うん、かけてもうこのはい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 みたいな、めっちゃ性格悪いな、めちゃ怖いですよこれね。少女系やっぱ気持ち悪いな。そして最後、はい、廃屋探検です。廃屋探検、小学生の頃に俺は友達と2人で廃屋に探検に行った。ターゲットは町内でも田舎の地域にある家で、結構新しいのに無人なんですね。前の住人が自殺したとか殺されたとかね、そういう曰く立ちやすいじゃないですか、なんかね、そういう系の家ってね、はい、で学校が終わってすぐですよ、その家へ向かう段取り、うん、でね、俺が職員室に呼ばれてしまって、うん、説教を食らっていたせいでちょっとね、あのすぐに向かおうって言ったのに出発がちょっと遅れたんですね、うん、しかもね、コンビニによってちょっとね、小学生からこう立ち読みとかしてたから、はい、現場に到着したのは夕方の6時頃。広い産業道路沿いの一角に塀に囲まれている一軒家、うん、周囲の空き地はススキが茂り放題でね、うん、いかにも空き家っていう雰囲気で、はい、で俺は遅くなると怒られるよなとね、こうちょっとビビってたんですけども、友達はやる気満々で行こうぜみたいになっとるわけでね、うん、で軽々と塀を乗り越えた友達は早速玄関のドアをガン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 引っ張りました。もうやるね。でも開かないんですよね、うん、で2人で手分けして入れるところをちょっと探したけども、うん、窓は雨戸用のシャッターが閉まってるからこう開けれないんですよね、うん、外からは。ほ、はい、いでこう裏口には鍵がかかってて、うん、もうこれもう小学生じゃ開けれないと、うん、でこの時点でもう帰ろうぜって半分諦めたんですけど、うんうん、ね、相変わらず友達はね全力投球でね、すごいね、うん、でねそれに気を使って一応やる気のかけらぐらいは見せとかなね、まあ、後でねこういじられるから小学生といえど思うみたいなのがあるわな、うん、だからちょっと軽い気持ちでね、いやこう引いてこうダメだったら押したら開くんじゃねえみたいな感じで玄関のドアを押したら開きやがったんですよ。いや嘘やろっつってね。で友達が
ダッシュで駆け寄ってきて、おーお前やー受けてくれたなーっつって、ね、友達が怖いよ、もうなんかボルテージが盛り上がったんだもんね、うわーっつっていいかーっつって楽しそうだけど、ね、はい、で行くわけですよ、中に入る。で余裕の土足でね、ガタガタガタ上がり込んでいって、もう友達が行くからもう仕方なくね、テンションちょっと合わせつつ、いや行こう行こうみたいになるわけで一緒に入っていったんですよね、うん、で初週でね、外は結構明るかったんですよ、うん、夏終わったばっかでね、で、うん、家の中は薄暗いんですよ、はい、っていうかね、もうほぼ真っ暗に近いんかな。で俺の持ってきたキーホルダーの豆球だけが頼りなのね、当時はね、ないからさ、そういうの。でもその明るさが探検ムードを盛り上げてくれるんですよね。なるほどね、ゲーム感強いというかね、このあとなんだろう、うん、このあと奥なんだろうみたいな、したらうわっつって突然ある部屋の入り口でこう友達がね後ろに飛びのいたんですよ。いきなりうわっつってびっくりして、で恐る恐る中を覗いてみると部屋の真ん中に人影があった、うん、えめっちゃびっくりしてた。俺らと同い年ぐらいの子供が懐中電灯を持ってこっちをじーって見てくるんですよ。うやっば。でそれね、あの白っぽい服を着た見慣れない顔した女の子なんですよ。で友達がねその子に向かってお前誰やって聞いたんですよ、ね、で返事はないんです。いや何してんねんやつって今度は自分が聞いてみたんです、はい、そしたらその子がね探検ポツって言ったんですよ。探検って、はい、友達がね、うん、これいつここに入ったんやって聞いたんですけど、うん、女の子それ無視するんですよ、はい、ね、その質問には、うん、そしたら女の子はここはまだ入り口なのでもこの奥にねってこうね、あの部屋の奥にあるドアを指さすんですよね。一緒に行きましょうって誘ってきたんです、その女の子が、はいはい、でそれを聞いた友達はその扉に向かって、うん、おー行こう行こうっつって進んでいくんですよ、うん、でも仕方なく後は続かないとね、うん、ダメだからこう行くわけですよね、うん、そしたら女の子が俺の後ろからついてくる気配はしたんです、はい、でドアを開けてみる、うん、机と椅子が置いてあるだけの書斎みたいな部屋なんです。うん、別に変わった感じはしない。あ、これ何もない普通の部屋やなみたいな友達が言いました、うん、そしたら残念、女の子がちょっと明るい感じで、うん、なんかさっきとテンション違う感じだね、残念って言うんです。めちゃくちゃ嫌じゃない。嫌だね、その感じ。何それってなんね。ここのアイテムは私がゲットしました、そんな風に言ってポケットから写真をね何枚か取り出してくるんですよね。ほう、いや何それっつって、うん、壁に貼ってあったのっつって見せてくれた写真は、うん、その写真はおっさんが何人か写ってる写真なんですね、うん、ただどの写真も背景がべったりと黒色に塗りつぶされていて気持ちが悪いと。ふふ、うん、おかしな写真でしょ。女の子の妙にねテンションがちょっと高めな、はい、この感じもちょっときしょんですよ、うん、ですね、うん、次はこっち。おっとっと、女の子に引っ張られる形で家の中をうろつくことになった、はい、どの部屋もほとんど真っ暗、うん、俺の小さいライトで届く範囲しか見えない、うん、女の子はなぜか懐中電灯をつけてくれない。それでも目が慣れてくるとなんとなく様子が分かる感じになってくる、うん、なんてことのない普通の部屋ばかり。いい加減飽きてきてもう帰ろうぜってね、こう言いかけたところで廊下の突き当たりのドアの前に来た、うん、そのドアが変なの。よく見てみるとドアの上の方、うん、ちょうど小窓がありそうなあたりに分厚い木の板が釘でバン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 打ち付けられてるんですよね。なんか意味あるよ。でそのドアのノブのところには蝶蓋式の鍵と南京錠がしっかりガシンと、だ絶対にこれ中に入ったらダメですよってことじゃないですか。そう ね, ね、だから何だったらこの外から何かを封じ込めてるような、うん、何かを閉じ込めてるような感じがする、ね、でもね南京錠外れたんですよ。うん、で俺がねこう鍵をこう外してね、はい、こう開けてみた、うん、そしたらその先って長い廊下が先にこう続いてて、で両側は板が打ち付けてあるばかりで外の様子が一切見えない。これもともと渡り廊下かなんかかなみたいな ね, 構図だね、うん、で俺友達子供ね女の子の順番で暗い廊下を先に進んでいく、はい、で俺の後ろには友達がいるはずやのに、うん、気配がないんですよ。してうん、で随分離れてから女の子がついてきているような感じがする、うん、時折後ろから声が聞こえてくる。
妙に浮かれた口調で何か喋っていますが、内容はちょっとわからない、うん、突き当たりにドアがあった。さっきと同じようなドア、小窓に板がバンバンバン打ち付けられててね。で、鍵もついている。ただこっちの鍵は引きちぎられたように壊れていた。その鍵を見た時に感じたのはものすごく嫌な予感、うん、でもなぜかわかんないけど一気にドアを開けてしまったんです。真っ黒な部屋、真っ暗じゃなくて真っ黒、壁や床、天井もそうだったと思うんだけど、うん、全てがもう真っ黒に塗りつぶされたような部屋なんです。気持ち悪いね。そして隅の方に写真が立てかけてある。家みたいな感じの人の写真でも、はっきりとはそれは見えない。それよりも目を奪われたのはドアから見て右側の壁、うん、そこに押し入れがあって、こっち側の扉が開いてたんですよね、うん、このドアに近い方が、うん、で中にはキノコが生えている。ぬるぬるとした粘液にくるまれた赤黒い小さいキノコ、うん、それがびっしりと押し入れの床や壁まで覆い尽くしている。うわ気持ち悪い。押し入れの床も壁もぬめぬめと光るゲルに紛れて内臓みたいな感じがする、うん、出来の悪い悪夢に放り込まれたような感じになって、もうねその光景にもう吐きそうになるんですよ、うん、でも見入られるかのようにいつしか俺は中に足を踏み入れようとしている。ああ突然聞こえたんです。ああ入ったら死んじゃうのに。これね鑑定、女の子の声じゃないんですよ。え男性の声なんですよ。男の声。男、うん、ああ入ったら死んじゃうのにってちょっと低いんですよ。さっきの女の声よりも声が低いんですよ、うん、その瞬間に急にゾクッとして振り向いてみると、目の前に友達の顔があったんですよ。おうおう。その友達の顔、何とも言えない表情で、悲しそうな、うん、どこか嬉しそうな、うん、でもどこを見ているのかわからないほどうつろな目しながら、うん、部屋の中の光景とは違った夢で、気持ち悪いんですよね、うん、その友達の顔も、うん、でもこう勇気を振り絞って目の前の友達に声をかけようとしたんですよ、うん、おいみたいな感じで声をかけようとした。その瞬間に足首のあたりがひんやりとした何かにくくるまれたんですよね、うん、でそのままグッと締め付けてくるその感触、ぬるいとした柔らかいその感触、何かが部屋の中から俺の足首を掴んでるんです。うわーってこうね、思わず悲鳴を上げて友達を押し抜けてね、こう廊下へ向けて走り出したんです。で前方の暗闇に女の子の姿が見えます。でね、あたりに響き渡る甲高い笑い声、もう恐ろしくて気が狂いそうだったんだけど、無我夢中で走った。でどこをどう走り抜けたのか、まあ、気がつくと俺はもう外に出てたんですよ。でしばらくバーって走って、道路沿いの自販機のコーナーでようやく一息つけた。ズボンをまくり上げて自販機の明かりを照らして見てみたら、足首に異常はないんですけど、はい、逃げ出した時にあちこちぶつけたのか、ちょっと傷とかあざとかがいろいろあるんです。廃屋であったことについて俺が覚えているのはここまで。あとは家に帰るのが遅くなって親にめちゃくちゃ怒られたことぐらいなんです、うん、多少の脚色、まあセリフとか言い回しとかあるんですけど、はい、書いた 95% ぐらいは本当にあった出来事なんです。そうなんだ。こうやって整理してみると改めて気づいたことがありました、はい、それは記憶がかなりいい加減だなってことなんです、うん、なんというかアンバランスでいびつ、うん、鍵のかかったドアや女の子に見せてもらった数枚の写真、そういうディティールは細かいとこまではっきり覚えてるんだけども、うん、家の中の様子なんていうのは曖昧な記憶しか残っていない。なるほど。ただ感触というか感情というか怖いというか気持ち悪いというか、うん、そういう記憶が残っているだけ、うん、廊下の突き当たりの部屋に関しても黒い部屋だっていうね、こう印象ばかりが強くて、うん、中がどうなっていたのかはほとんど覚えていない。なるほど。部屋に写真があったのは見てるけど、どんな写真なのかはわからない。ドアを開ける前の嫌な予感だったり、足をつかまれた時の感触だったり、うん、そういう自分の感じたことっていうのはもうすぐに思い出せる、うん、昨日のことのように蘇ってくるんですね、うん、ただ例外があって、押し入れの中の光景と耳元のあのちょっと低い声ね、はい、女の声も低かった声、ね、うんうん、で振り向いた時のあの友達の顔、特に友達の顔っていうのはもうトラウマになるレベルで目に焼き付いて離れない。でところがね、あのあと友達がどうなったのかはちょっと覚えてないんですって。へー。だから気になってね、調べようと思った、はい、それが3日前の出来事、うん、もう名前も忘れてね、その友達なんだ、うん、で卒アルでね顔を探そうと思ってパラパラめくったんです、うん、でもその友達いないんですよ。へー。卒アルの中で、うん、これこの顔みたいなこうね示し合わせてるんです記憶とね、うん、でもあの時の記憶の中のあの友達の顔と一致するやつがいない。へー。
そんなはずないじゃない。そう、学校で待ち合わせして一緒に行ってるから、ね、探検に行ってるでしょ、そういうので。だから絶対学校にね、あのいてる子だって何回も見直したけども、うん、その卒アルには載ってないんです、うん、でね、改めてその友達の顔を思い出そうとしたんですけども、うん、黒い部屋の前で振り向いた時に見た顔以外ね、全然思い出せないんですよ。そうなんだ。うん、なんていうかね、うつろーなあの表情が俺の中に残された記憶の全てというか、うん、あのぼんやりとしてうん、顔しか思い出せない。それだけじゃないんです。ずっと仲のいい友達だと思ったのに、うん、そいつと一緒に遊んだ思い出がその廃屋へ行った時のものだけだということに今気づいたんです。なるほど。いや、そんなわけないでしょと思って、もう一回ねアルバムをこうめくっていった、うん、そしたらあるページのところで手が止まったんです、うん、そのページにね、あの廃屋にいた女の子の顔写真載ってるんですよ。と思ってね、うん、他のページも確認したんです、うん、そしたらその顔っていうのは卒アルの至るところに載ってて、名簿にちゃんと名前も住所も記載があるんです。へ、正体不明と思ってた女の子の存在を確認したことで、俺の記憶はいよいよあやふやなものになっていった。うん、少し迷ってから俺はその子、まあ、仮に A としますけども、うん、A ちゃんに連絡してみようと思い立って、うんうん、幸い母親が A の携帯番号を教えてくれたので、早速電話してみることにした、はい、最初は怪訝な口調だった A も事情を話すと、ああ、あの時のみたいな、ね、思い出したようで、うん、っていうかね、聞いてみると A はあの時のことを克明に覚えてくれていた。そうなんだ、うん、A はあの日あの廃屋の近所に引っ越してきた、うん、で辺りをブラブラするうちに廃屋を見つけた A は塀の隙間から中に入って、すで、うん、に開いていた玄関から上がり込んで探検を開始した、うん、やがて書斎みたいな部屋で数枚の写真を見つけて、でそれを見ているうちに持ってきた懐中電灯の明かりが消えた、で怖くなって探検をどうしようかなと思った、その時に玄関のドアを開ける音が聞こえてきて、うん、はい、あ、大人が入ってきて怒られると思ってちょっとビビってたところに同じ年代のね子が入ってきたからホッとして、ね、うん、で安堵感でちょっとテンションが上がったんですよ。映画は一、はい、人で入ってね、はい、来るぐらいやから、うん、ね、こうなんかそういうとこ好きな子やから、うんうん、仲間が増えたってことで、うん、ちょっとテンションが上がってもうたんですよね。そういう理由でテンション高かったんだ、うん、なるほど。で、あの、なんというか、あの時のちょっとうさんくさいテンションあったじゃない、うん、あったあった。あれって、なんというか A の作戦だったんですよね。ビビらせないように一緒に行こうよみたいな。そういうことか。うんうん、で、その回もあって現れた子供と A は一緒に家の中を探検し始めた、うん、そこで2人になったから探検続けてしもたんよ。あそこで止めてたら、うん、え、ちょ待って、いや、2人ってどういうこと。うん、確かにそうね。うん、だから私と〇〇くんの2人やんか。〇〇くんって自分のことね。はいはいはい。いや、他に誰がいるっていうの、うん、う、え、何みたいになって、はいはいはい、いや、一緒に廃屋をさまよううちに、うん、A は俺の行動がおかしいことに気がついたんです。うん、誰もいない方向に向かって話しかけたり、誰かの後を追うように歩いたり。おー、なるほど。そういうのがめちゃくちゃ気持ち悪くて A はちょっと距離取ってたんです。はい、こいつやばいんじゃないみたいな。なるほどね。そしたらあの渡り廊下に差し掛かったあたりで喋り声が聞こえてきたんだって、うん、A はてっきり俺が独り言を言ってるんだと思ってたそうですと、うん、でこいつほんまに大丈夫かと、うん、A の恐怖心はそこで一気に膨れ上がるんですよね、うんうん、そして俺が黒い部屋のドアを開けた時に、うん、A はものすごい悪臭をね、うんうん、嗅いでしまったと、はい、なんかもう思わず口を押さえて、うわ、くそっつってもうこうね後ろを向こうとした時に低い男の声で死んでまうのにって聞こえたんです。ジャジャル。それ見ると俺がねうつろな目をしてこっちを向いてるんですって、うん、真っ黒な部屋を背にした俺はもう背景を黒く塗りつぶされてるように見えた、はい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 、あの写真で見た、うん、あの黒い背景、なるほど、そのまんま。それで A は振り向いて逃げ出した。俺と同じく夢中で逃げるうちにいつしか自分の家の前まで着いたと、うん、で A はそれからしばらくずっと悪夢を見続けることになる。その後学校で俺を見かけることはあってもあの時のことを思うと声をかける気にはなれなかった。だから今日までこうね俺は A のことを覚えてなかったんです。避けられてたから。最後に A がこんなことを言いました。でもね、こういうこと言ったらなんやけど、〇〇くんの言う友達っていうの今もいるんだよきっと。え、ほら、さっき2人って聞き直した時あったでしょ、うん、あの時、〇〇くんの声にかぶってたよ。マジでって低い男の声。怖っ、ええ、
怖いんですよ。怖怖いんですよこれ。もうじゃあだってそいつノリノリだったじゃん、はい、行くことに、はい、ね、だって連れてこられてたようなもんじゃんね。そう考えてみるとね、これねロジックがいろいろありまして、はい、非常にね優秀な優秀な怪談です、うん、怪談というかお話ですねこれね、はい、あの謎の少女がね、はい、実は本当に存在していてね。だからてっきりだから最初聞いてる時にさ、なんかその女の子が、うん、まあ、部屋の真ん中にいてさ、それが懐中電灯を持ってて探検って、いや怖って思ったけど、でね、いやいや本当の探検だったんだねこの子は ね、 ねっていうところの脅かされっていうのありましたわ。でこれ秀逸なのがね、もうそのね伏線張ってあったんですよ、うん、女の子が実際に生きてたって、はいはいはい、一緒に行った友達の問いには答えてないんですよ。あ、そっか、女の子 A のね。あ、そうだ、うん、でね一個最後ですよ、はい、A とこの筆者ね主人公が最後に廃屋から逃げ出した時の記憶がね、うん、お互い違うじゃないですか。あ、そうだ ね、 ね、でもこれって結局ね、うん、あの A の話だと、うん、もうこの筆者が中に入ってちょっともうバグってしまってるっていう姿見てるから、うんうんうん、だから結論として、うん、まあ、記憶が正しいのは絶対 A じゃないですか、うんうん、ね、ちゃんと覚えてたとか、うん、まあ、普通にしてる方だもんね。でこの友達ですよ、はい、ね、友達という存在、これ、うん、まだ取り付いてるんですよね。これがだから気持ち悪いですよね。粘着質長っていう、だから小学校の時からずっと取り付いとるわけで、うん、目的なんだと、もう、いや、そうなんですよ、取りたいんでしょ多分、命をなのか分かんないけど、うん、なぜそこまで居続けるのかっていうか、だからねこれ見ていただいた方のなんかねご意見とか考察とかいろいろねコメントで欲しいですよね。欲しいですよ。だってその、ね、筆者の方がだってまたよくわかんないけどそのついてるやつに促されてさ、いるみたいな体でどっか変なスポットかなんかに招かれる可能性もあるじゃん、うん、ついてるんだから、うん、またあの頃の小学生の頃よろしく何かをやらないとも限らないよね、うんうんうん、そうと思いました。めちゃくちゃ怖いですね。怖いですね。ちょっと今回の3本はなので、はい、3本目に限らずですけども、はい、ちょっと1本目2本目も皆さんの考察とですね、そうですね、感想をですね書き込んでいただきまして、どう思いました、ね、ちょっと盛り上がっていただけたらなと思っております。はい、ということで今回はちょっといつもと経路が違う、ね、ボリュームありましたよ、バージョンでお届けしました。以上シャレコアカイでした。ありがとうございました。